皆さんこんにちは、フクロウです。今日は落書きキングダムというゲームを遊んでいきたいと思います。でこちらのゲームは自分で書いた落書きがキャラクターになってね、敵と戦ったり、まあ、冒険をしていくというゲームとなっております。ただですね、トレスターっていうアイテムが必要になってくるので、若干のね、犠牲マラが必要になっているというふうに思われます。で、チュートリアルを進めていくと、このようにね、無料10連を回すことができます。で、しかもこちらが引き直し可能となっているので、まあ、自分の望むね、キャラクターを狙っていくという形になります。チュートリアルから出るね、キャラクターは大体全部ね、同じスキルとなっているので、見た目と属性でね、選んでもらえればいいかなと思います。で、SR もあるんですけど、まあ、だいたい HR しか出ないので、好きな SSR と、まあ、できるだけね、HR 多めで、まあ、チュートリアルを終わらせる方がいいかな、というふうに思います。ただですね、こちらのゲーム、引き直し可能10連だけじゃなくて、他にもね、ガチャを回す方法があるので、まあ、ここにね、こだわる必要もなく、次のね、段階に進めばいいかな、というふうに思います。チュートリアルが終わると、まあ、ちょっとね、ダウンロードがあった後、まあ、このね、ホーム画面にやってくることができます。で、右上にね、メールボックスがあるので、そこでね、アイテムを一括で回収します。まあ、こんな感じでね、アイテムがもらえます。で、画面閉じて、まあ、下の欄にあるね、ガチャから、先ほどもらったね、10連ガチャチケットを使います。でちなみに現在、毎日10連がガチャチケットを配るというイベントをしているので、まあ、ログインすると10連ができるという形になっています。あとはね、0.1% の SSR が何枚出るかっていう話になります。で、まあ以上がね、リセマラの手順で、概要欄からダウンロードできます。